大刀をここで抜刀します、この次平の構えからですね一文字の構えにと変化して、相手の攻撃を待ちます、一文字の構えからですね次にはですね、発想の構えから足入りに、しますその次飛鳥の構えにと変化すると、飛鳥の構えからですね次に切り込んでくる剣をですね、十文字の構えに変化していくと構えは生きていなくてはいけないんですね、生かされていなくてはいけません、そこでですね十文字の構えから今度は払い切りいきます、このようにしてですね平の構えに入りますこれが春夏秋冬の自然の構えを表しているわけであります。大変のポイントですね基本はですね相手の剣というのをまずデスタンスを測ることそしてまた相手の武器の性格を知ることですね次にですね、相手の武器を避ける剣を避けると避けるんじゃないんですね避けるということが非常に大事なんです、でないところに当たっちゃうわけですね、避けることがとっても大事なんですはい打ちました歯は当たってしまいますね避けなくてはいけませんまずはい行きます避けますこれが大事ですまずここでもって相手とのですねデスタンスを測りますそうしまして上段にかぶって打ち込むとちょうど立ち先三寸で、前頭部に剣が入るわけです、ここから大変術を始めていきます。
はい、上段から切り込んでいきます。この時一の構えになって、90度にまっすぐに向こうへ、展開していくと、これが基本です。大太刀の場合も同じです。ディスタンスを測ったところで切り込んでいきます。で回転すると、ですから武器との感覚をよく、見抜くこと、この訓練が大変術ではとても大事なポイントとなっております。はい、一文字の構えで構えた時にですね、やっぱりディスタンスをはっきりと取っておくと、それから上段に構える、はい、切り込む、その時相手は45度の間隔の方へ回ってきます。で今度はこちらが上段に切り替えた時にすぐにここで飛び込みやすい位置にいるわけですね、ですから、回る方向によって、飛び込みやすい、ディスタンスを作ると、これが大変術の一つの方法です。はい、引いてもこの足が大事ね。これですぐにこれが蹴れるような足ね、こういかないとダメね。これで飛ばせるようにね、ただ引いたんじゃダメ、 すぐジャンプできるような足が大事や。こうパッといかれるような、これが大事だっていうことですね。はい、ここで飛んで倒すように持っていくわけですね。うん、相手の攻撃をですね、避けるように、まず体でもって大変します。はい、スタートしましょう。はい、それで回すように受けて打ち込む。まず突きを避けます。それと同時に相手の剣を打ち込みます。次にガードしながら相手の首輪に打ち込んでいく。はい、これを続けてやってみましょう。相手の中段をですね、下段に避けます。それで相手を蹴り上げ、それで手刀で打ち込む。はい、相手の突きを開きます、蹴ります、それから手刀を打ち込みます。はい、これを続けてやってみましょう。はい、十文字の構えですね。相手の攻撃に対してですね、打ち上げて受けます。はい、次に突き込みます。はい、そこで構えます。はい、次また打ち上げます、打ち込みます、構えます。この変化の繰り返しです。はい、相手が打ってきます、避けます。はい、これでガードしながら相手に打ち込みます。はい、それで構えます。相手が打ってきます、また打ち上げます。はい、今度打ち落とします。はい、それでもってまた構えます。これの連続ですね。
まず古式に乗っ取って取り手を取ることが大事ですね。そうしまして、膝を落としながら体でもって表逆に取って右足を引いて投げ飛ばすと。はい、相手が胸を取ってきます。それを取る意識を捨ててちょっと当てておくだけですね。そして、体で膝で腰で相手の手を表逆に取っていきます。そうしまして、右手を添えて、表逆になお一層効くように左足を引きながら大きく投げ飛ばします。相手が胸を掴んできます。それを軽く添えるようにして取りますね。はい、打っていきます。まず手で受けるよりも体で避ける、それが一番ですね。それから打ち上げます。そうしまして今度表逆を取っていきます。高く取ります。そして、右足でもって相手を投げると。まあ足で表逆を取るつもりで投げてください。今度は相手の避けをですね、横に避けます。さっきは上段に避けました。そして投げ飛ばします。裏逆小手に取っていきます。そうしまして今度は表逆に取りながら投げ飛ばします。これは前の裏技ですね。それでこの技はですね、一生懸命取っちゃいけないんですね。このその流れを大事にすることです。ここで腕を締めます。膝を蹴ります。
はい、肘と膝で取りますね。で締め上げます。そして膝を蹴る。はい、体とともに引くということが大事ですね。そこで相手の手の逆を取るようにして投げる場合とたくさんの方法があります。鳥はですね、ここで首とね、左手で持って相手の右手を挟むことが大事ですね。そうして投げます。三振の方というのはですね、戦う心の方と解釈してください。はい、1、はい、素で突くと、はい、よろしいです。上等構え抜く、腰につける、投げの構え、投げ飛ばします。これも三振の血の方の動きです。水の方もやはり同じように、三振に構えます。そうしまして避けて人打ち、避けて人打ち、避けて人を打ち、これに3回やります。何回やっても結構です。はい、よろしい。太刀もパッチリと、足に構えます。そして首を切っていきます。はい、いいでしょう。かの方ですね、これは避けて裏人で投げる。風の方ですね、これは風を切るように動くわけです。避けながら突く、避けながら突く、避けながら突く。これは尾線刀ですね。これで馬の首を切り落としたりね、兜を真っ二つに打ち割ったと言われています。風の方、これを風車のように回さなくちゃいけません。
常に重いもんです。空の方です。下段受け。この手を出しているの右手はただ出しているわけじゃありません。